宮本武文は、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手で、読売ジャイアンツに在籍した。小学2年の時に、第新白鳩少年野球クラブで、右翼手として野球をはじめ、小学5年の時に投手に転校。上等中時代は、和歌山シニアに所属。エースとして二度の全国大会出場を果たし、世界大会の代表にも選出される。 倉敷校に進学後は、1年春から公式戦に出場し、1学年先輩の津田大樹が引退した後を受け、2年秋からエースとして活躍。3年春はベスト4、3年夏も岡山県予選準決勝まで進むも、優勝した倉敷商業校に敗れ甲子園出場は果たせなかった。2008年10月30日に開かれた。 プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから2位指名を受け、同年11月18日に契約金6000万、年俸600万で仮契約を結んだ。2009年は2軍で7試合に登板し、防御率7.50を記録。2010年シーズンは2軍の試合にも1試合も登板できず、11月4日に自由契約となり、同月10日に育成選手として、 再契約された。2011年6月7日の対、横浜ベイスターズの2軍公式戦で、先発登板し、5回を無失点で抑え初勝利を挙げた。この年は2軍で9試合に登板し1勝1敗、防御率5.06を記録したが、再度の支配下登録は果たせず、2012年はまたも1試合も、登板できないシーズンとなり、10月2日。 球団から来期の契約を結ばないことが発表された。結局、一度も一軍の試合に登板できないまま、現役を引退した。2019年8月31日、同期入団の笠原正樹の YouTube チャンネルにゲスト出演し、久しぶりに公の場に姿を見せた。出演した動画内では、巨人との仮契約時に6000万円と報じられていた。 契約金が実際には7500万円だったことを暴露している。9月14日にもゲスト出演した動画が公開され、引退後は地元の和歌山県の一般企業で勤務していたが後に退職し、その後は和歌山市内でネクストグループという飲食店を4店舗展開していることを明かした。しかし、ラウンジを無許可営業したとして、 風俗営業法違反で逮捕、起訴され、2020年7月22日、和歌山地方裁判所は、検察側の求刑通り、罰金80万の有罪判決を下したが、起訴中の5月8日、和歌山市内の路上で、神戸市の男性に怪我を負わせたとして、7日までに和歌山、東警察署が障害の容疑で宮本を含む3人を、逮捕したと報じられた。 2021年10月23日にも、交際相手の女性を殴ったとして、暴行の現行犯で逮捕された。この際に、住所不定無職であることが報じられている。最速時速147キロメートルのストレートに、スクリュースライダーカーブ等を投げ分ける大型左腕。ありがとうございます。